皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ。巨人の菅野智之投手が5日、取材に応じ、米報道で MLB 挑戦が明らかになったことについて、球団には自分の意向を伝えさせてもらって、向こう、MLB でプレーするっていう気持ちでいるのでと偽らざる気持ちを明かした。写真、ランニングする間の阿部監督は目も合わせず、ただ冒頭で、こういう大事な時期に、 報道が出て申し訳ない。今日しっかり自分の気持ちを話して、以降はこの件については聞かないでほしい。シーズン終わったら、また自分の口から話をさせてもらうので。チームが日本一になることしか僕は考えてないので、そういう形をとってもらえたらありがたいとチームへの配慮を口にし、報道陣に要望。その上で、球団に伝えたのは今日。いや もうちょっと前ですね、まだ伝えてない人もいるので報道で知ってしまった人には申し訳ないと語った。球団側からは、今回、FA というのもありますけど、僕の権利ですし、戦力的には痛いけど応援すると言ってもらいました。ありがたいですと菅野、2020年に行けなかったのがずっとあったので、そういう決断をしましたと説明し、 現在の心境は日本一になることしか考えてない。次の CS でしっかり勝ち上がれるように、もうそこだけですと語った。また、吉村貞勝編成本部長は、すべてが終わった時点で話し合うと明かし、彼の意思を尊重してあげたいと背中を押す考えを語った。菅野は2020年オフにポスティングシステムを用いてのメジャー移籍を模索したが、 最終的に契約合意には至らなかった。以降もマイオフ、球団と本人は意思確認を行っていたという。今季は15勝3敗、防御率1、67でリーグ優勝に大きく貢献。ポストシーズンでも大黒柱としての活躍が期待されている。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。